西武の2年目投手、佐藤俊介、24、が、11月に開催される侍ジャパン、岩田弘和新監督、48、の大人、アジアプロ野球チャンピオンシップ2023、のメンバー入りへ強中を語った。まだ実感が湧かないので、なかなか嬉しさも湧いてこないですね。それでも、と続ける。もし選ばれるのなら、気持ちも鍛えられるだろうし。 他球団の選手を見て何か盗めることがあるといいですね。若手選手がレベルアップする上で、当たり前のことに聞こえるかもしれない。しかしこの言葉は、ポーカーフェイスの男からにじみ出た少しばかりの、欲、だった。国立、筑波大からドラフト2位で西武に入団。1年目の昨シーズンは開幕4戦目でプロ初登板初先発を果たし、3勝4敗。 シーズン終盤は中継ぎとしてマウンドに上がった。2年目の今季、キャンプインから中継ぎ起用を告げられた左腕は、最速156キロの直球を武器に、チーム2番目となる47試合に登板。勝ちパターンの一角も務め、18ホールド、防御率2.50と上出来の1年に見えたが、うん、75点ぐらいですかね。波があったので、と笑顔はない。 それほどまでに一年を通して戦うことの難しさを痛感したという。先発とは別のしんどさがありました。中継ぎは終盤になればなるほどその一点で勝敗が分かれたり、投げない日もブルペンで準備したりするじゃないですか。あれだけでも気持ちは作るし、疲労はゼロじゃない、夏の訪れを少しずつ感じ始めた5月下旬のこと。普段はあまり感情を表に出さない佐藤だが、疲れてきました。 と珍しく表情を曇らせたその時、左手に持っていたのはカイロだった。実は当時、指の違和感に悩まされていたという。力勝負が売りなだけに煩わしさはもちろんあったが、アップの前後や当板前のブルペンで手を温め、血流を良くすることで改善を図っていた。見ていたファンの方から電子回路が届いたんです。笑と思わぬ差し入れと支えもあり、 2度の抹消はあったが、なんとかシーズンを乗り切った。